うございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂部五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェ、マテリアル谷町の可能性を、追求するために発信している番組でございます。はい、ということで、はい、令和4年、なんかすごいことになってるよ。令和4年から事件が起こってますが、はい、はい、令和4年、はい、1月8日でございます。はい、はい、ということで、通常営業一発目ということですので、改めまして明けましておめでとうございます。はい、選手一応言うとるんですけどね、はい、元旦一発目だったんで、はい、ということでですね、この、令和4年もですね、はい、このマテリアルからいろんな情報を、ね、発信していければなと思ってますし、そうですね、はい、なんか、映画業界ちょっとざわざわ騒いでますね、うん、騒いでるというかなんかざわざわしてる感じなんで、はい、そういうところででもですね、皆さんまたここに集まってきていただいたりとか、はい、いろんなことができるんじゃないかなとワクワクしてますんで、皆さんも楽しみにしていていただければなと思うんですが、はい、ワクワクというかそわそわしている人がいるので、呼びたいと思います。はい、はい、あゆみちゃん、はい、一発目お願いします。はい、あゆみのこの日の日いきなり日です。あゆみのってつけよったね、これ。あゆみの、はいはいはい、今日はですね、勝負ごとの日です。お、はい、今日は1月8日あ、一発、一か八か、なるほど。で、勝負ごとの日ということで、勝負ごとになってますね。いいっすね、いいっすね。はい、はい、天を運に任せましょう、はい、日となっております。いや、はい、なんかやる気出るな、今日の。そうですね、ありかなしか、ものすごいなんかちょっと、ね、はい、一か八かなんで、いや、もう一か八か、はい、行きたいですね。はい、はい、はい、という日となっております。はい、あとロックの日ですね。ロ、え、なんでロック、ロックの日。1月8日でロックの日、エルビス・プレスリーが、デイビッド・ボーイが生まれた日、2人の、はい、ですよ、あ、うん、が生まれた日、生まれ、うん、2人が生まれたのが今日と。そうですね、あ、そうな、誕生日が今日ってことです。エルビス・プレスリーとデイビッド・ボーイが同じ誕生日やったの。そうです。それもすごいけど、デイビッド・ボーイってロックやったの。ロックなんですかね。ロックなんやな、うん、ロックなんだ、うん、そうか、グラムロック、グラムロックいう、まあ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 、はい、はい、なるほど、日となっておりました。はい、はい、です、はい、はい、じゃあ帰ります。はい、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 おお、すごいあっさり帰ってたね。まああとね、あれですけどね、はい、まあ、今日あの彼女の方からなかったんですけど、うん、まああの平成がスタートした日ということらしいですね。そうです ね、 ね、あの1月7日でね、はい、あの昭和天皇が崩御され、はい、で、1月8日からが、はい、あの平成元年のスタートになってますんで、はい、あれだからね、うん、あの人の日なんですよね、あの実は7日っていうのが、はい、1月7日が人の日なんですよ、はい、あの1月1日から始まって1、2、3、4、5、6、7番目が人の日っていうことになってて、はい、それまで神様の日なんですよね、はい、だからその7番目の人の日に亡くなったということで、まあ、昭和天皇はやはりあの荒人神から人間になられて亡くなられた最初の天皇やねんなというお話が実はあったりとかしたんで、これは言うときたかったんですけどね。飛ばされたから自分で言いましたけど、はい。ということで、新年一発目のですね、このプレゼンありかなしかなんですけれども、今日はですね、またしてもあの映画監督へのインタビューの、方を見ていただいて、はい、皆さんに丸か×かしていただこうという感じなんですけども、はい、今日はですね、映画ポップ、というあのね、小野里奈ちゃんっていうね、はい、あの今大河ドラマにも出てらっしゃるんですけど、うんうんうん、主人公の娘役でね、今出てあるんですけど、はい、彼女が主人公になってる、主役をやってる、うんうん、映画なんですけども、あの非常に可愛らしい、本当に名前の通りポップな感じの、はい、あの見た目の映画なんですけれども、はいはい、その監督の、小村正志監督に、はい、インタビューさせていただきましたので、はいはい、ズームでインタビューなんで、ずっと小村監督の顔が出ずっぱりになってるんですけど、はい、あの、そちらの方ですね、はいはい、ご覧になっていただきたいと思います。もう非常に盛り上がったので、はい、皆さんにもそれが伝わるといいなと思ってます。はい、では判定員の皆さん、よろしくお願いします。はい、大阪の方なんですよ、はい、でもうその大阪話題っていうか、そういう感じでものすごい盛り上がって、はい、非常に楽しい感じの、はい、収録になりましたので、はい、ご覧になっていただきたいと思います。それでは、このプレゼンありかなしかスタート。うわ、危ね、
こんにちは。こちらの駐車場は初めてですか？明日のアースオフィシャルチャリティーサポーターの柏倉凛です。明日のアースでは世界で苦しむ子どもたちに向けた。凛ちゃんって真面目だね。腹立つくらい真面目だよね。沼田さんが来ないと勝手に車止められちゃうんで。よし。正直募金の集まりが悪いんで、アース募金。募金がまだまだ足りません。アース募金ではお電話からも募金可能です。現在市内各所で多発している爆破事件についての特集です。誰？柏倉凛です。誰？ちょっとすいません、一旦ここらで気合い入れ直しません？お疲れさま。3時までに。どういうこと？時間を取りたいのよ。というと？本気で世界を救う番組にしましょうよ！ドーンと！小村正史監督のインタビューを始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。小村監督は、大阪出身なんですよね？そうです、大阪出身です。はい、大阪どこですか？東大阪市ですね。マジですか？東大阪、僕山なんですけど。あ、マジですか？東大阪どこですか？僕は鴻池ですね。鴻池市。鴻池か、なるほど。はい、学研としての鴻池に住んでて、京橋のカラオケでバイトしてましたね、ずっと。大阪なんか俺行ってたかもしれへんのよ。大学も大阪芸大で。そうです、そうです、はい、ね、はい、大阪芸大で、はい、今はもう東京に。今東京に住んでますね。はい、いらっしゃるということですね。はい、そうです。で、まあ、我々としてもですね、まあ、大阪発信でやってる、まあ、インターネットの番組なんですけど、まあ、僕も映画作ってるので、できるだけ、はい、映画人を応援したいなということで、番組の中で映画の紹介をさせていただける感じなんですけど、見させていただきました。はい、で、ありがとうございます。はい、はい、面白かったですね。っていうか、僕からするとすごいね、間がものすごい独特の間というか。あ、はいはい、正直であれ見ててね、めちゃくちゃ思ったのは、はい、小村監督って、小さい頃何が好きやったんかなとか、何して遊んでたんかなとか、はいはいはい、すごいそれ興味持ったんですけど、はいはいはい、どういう少年時代やったんですか？あのね、根本一人っ子なんですよ僕。なるほど。割とこう一人遊びというか、うん、世代的に例えばカード、遊戯王カードとか、はい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 、ベイブレードとか、あ、すごいです。はい、あのコマね、米ゴマね、コマコマ、はい、あの辺すごい世代なんですけど、はい、結局家で一人でやるんですよね、それを。まあ、なるほど。遊戯王とかも、架空の相手というか、まあ、僕なんですけど、はい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 、小村 A、小村 B でデュエルずっとするとか。うわ、すごいなそれ。ゲームとかも持ってたっすけど、まあ、ずっと一人でやってる中で、はい、いとこのお兄ちゃんがいてて、うん、割とその近くに住んでるいとこのお兄ちゃんからの影響は結構あって、はい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 、当時から本当にね、小学校中学年3年生4年生とかぐらいで、なんか、うん、そのいとこの兄ちゃんが見てた松本人志の一人ゴッズとか、はい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 、ビジュアルバムとか、まあ、ゴッツええ感じとかなんですけど、はいはいはい、をなんか見てたんですよね。うん、で、うんうん、まあ、その時いとこの兄ちゃんは高校生とかだった。はいはい、すごいゲラゲラ笑って、僕もそれにつられてゲラゲラ笑って、まあ、なんとなく面白いんですけど、うんうん、多分当時小学校の僕はそこまで深い意味というか、うん、松本さんが当時やってたコントの哀愁さとかは理解せず、うん、すごい見た目のところで笑ってたとこはあったんですけど、はい、なんかすごいね、まあ言うたらお笑いが好きだったんです、その時から。で、うんうんうん、割とその時ぐらいから見てた松本さんのコントとかの影響っていうのが結構ある気はしてて、やっぱりそうですよね。
いや俺すっごい思ったんですよ、作品の中で出てくる人たちがあの関東弁喋ってるんで、はい、基本的にリズムは関東弁のリズムで喋ってるんですけど、はい、でもこの流れの間とかはものすごい関西の間やなってすごい思ったんですよ。で、あの本当やったら多分ここであのドワーとかっていうなんか笑いが起こってたら、はい、多分成立するなんかコントがものすシニカルなコントがものすごいつながっていってるみたいな、そういう作りになってる。結構もろに影響出てますね。まあ未だに好きですし、お笑いのネタ番組とかあの、もちろん見ますけど、なんかそういうのじゃないことでなんか映画の中でできる笑いとかってなんだろうっていうのは、ずっと考えて作ってたりはしますね。まあこれあの視聴者の方が実際映画見てくれたらすごい分かりやすいと思うんですけど、間があるんですよ、セリフの後に必ず、はい、うんうん、でこの間がね、うわここで多分客がおったらドワって笑うとか、うんうんうん、なんかクスッとくるとかっていうあの受けの間やんこれみたいな感じで僕は見てて勝手に僕が思って見てるだけですよ。はいはいはい、いやいやありがとうございます。なんかそういう感覚やなと思って見てすごい、はい、それが分かった時にもうめっちゃおもろいなこれと思って、ツッコミ入れないもんね。あ、それはちょっ と意識してますね。でしょでしょ、うん、映画の中で絶対ツッコミは入らないんですよね。でもそのツッコミを入れるのは、うんうん、実は観客が入れなきゃいけなくて、うんうん、だから見ながら、そう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 、見ながら僕、あ、俺なんかツッコミ強いられてるなと思いながらそうですね、その辺のなんか空気とか、まあ、ああいう状況の作り方みたいなのはすごいあの考えて作ったりしてますね。なるほどなるほど、小村さん流の、まあ、コメディなんだけど、あのある意味僕は漫才やなと思って見てたんですよね。あ、なるほどなるほどなるほど。だからあの相方は観客なんですよ。はい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 、観客が相方で小村さんからボケられてて、うん、これにどう突っ込むかみたいな、あ、なるほど、そんな感覚で僕は見てました。確かに何か今言われてみたら、まあすごいちょっとまあまあそうですね、そうあんまそういう見方確かにできなかったかもしれないですね、うん、いやだってあんだけほったらかしにされるんすもん今オチ言ったよね、うわほったらかされてるみたいな感じだから、ここで何か一発その突っ込まなあかんのかなとかっていう感覚になんか落ちるというか。そうなんですよね、これちょっと話し出すと僕も結構長なるんであれなんですけど、マジですか、いややっぱ映画の中の笑いってすっごい難しいなと思うんですよね、うん、テレビのバラエティだったりとか、うん、いわゆる、ね、ネタ番組のコントのやつを例えばまんまその空気感を映画に持ってっても受けないんですよ、はいはい、なんか今回の映画ですごいそれが成功したかどうかっていうのはまあ置いといて、はい、ただそうだから未だにそれはね難しいなと思いつつやってるんですけど、ちょっと僕は割とその自己的な笑いが結構好きだったりするので映画の中の、うん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 、あのおっしゃっていただいた通り見た人がこう突っ込んで楽しんでいただくっていうのはあるんですけど、うん、なんかまずまずそのなんかでもこれ事故ってるやんみたいなのが結構好きなんで、はい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 、なんかそういう空気みたいとか間とかはちょっと意識して作ってる部分はありますね。だから多分思うんですけど、小野さんとかがねやってる時に一番多分苦労したのはリアクション芸が大変やったんやろうなと思ってて、あ、はい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 、あの要はその自分がえっていうのを投げかけるんだけど向こうが素でおるからそれをどう受けるかって、うん、受けの芝居ってすごい大事なんですけど、すごいあの小野さんと事前に読み合わせとかしたんですけど、その受けの見え方とか表情みたいなのは結構ね密にやりましたね。これぐらいの感じで間取ってってとか、あと目一回こっち目だけこっち見てくれとか、なんかそういうのは結構細かく指示させてもらった。はいはいはい、はい、一番伝えたいことってこの作品で何なんでしょう。一番伝えたいことは、ごめんなさい、言い方間違った、伝えたいことというよりこの作品で一番狙ったことというか、うん、この作品でやりたかったことというか、ずっと話してた笑いっていうのはやりたい部分ではあって、うんうんうん、たんですけど、うん、まあ、笑いだけでこう、うん、勝負はできないなと思ったんで、それはまあ僕が今現時点で思ってる映画の、うん、楽しみ方だったりとか映画ってどうなんだろうみたいな部分を見せたかったんですけど、そうですね、難しいな、なんか全まあ、小野さんのお芝居劇中の間だったりとか、あとまあ音楽も楽しんでほしいしとかはあるんですけど、はい、何がってなるとこれを一番最初に多分本当は質問しなきゃいけなかったんですけど、僕はあの、はい、
吉本新喜劇にちょっと反応しすぎてしまったんで、あれなんですけど。いや、すいません。はい、いやいやいや。いらんこと言った。あの、要するに、あの、このポップっていう作品を、その着想した着眼点ってどこにあったんですかっていう、どこをきっかけでこう、このチャリティーの番組のメインをやってる女の子っていう設定を思いついたのはどっから来たんやろ。まあ小野さん主人公ってことは決まってたんで、小野さんに何かさせないとっていうのは、まあ、まずあったんですけど、企画自体結構何回か変わってるんですよ、ここに行き着くまで。1年前ぐらいから企画始まったんですけど、はいはい、結構右往左往しちゃって、でなんかいろいろ作ってたんですけど、まあ、オリジナルの映画になるってところで、まあ、あのお世話になってる方から、本当に小村が自分の中から興味のあることだったりとか、うん、自分が一番あの面白いと思うことじゃないと やっても意味ないよみたいなことを言っていただいて、はいはいはい、別の企画ではその小野さんが例えばあのシングルマザーの家にお母さん一人でとかあったんですけど、まあ、まずまず僕両親健在ですし、自分の中からない要素は無理に、うん、映画の中に反映させるっていうのはしてあかんなと思ったんですよね。なんかそこで作り方として本当にマックスこう自分の中からあるとか興味のあることじゃないとやっちゃいけないなと思ったんで、まあ、チャリティーとかはもともと僕がなんか違和感持ってた部分であったりとか、うん、その辺の要素は自分の中であったものだったりするんですけど、はいはいはい、まあでもあれですよ、まあでも明日の朝ってあの番組とかもほんまにコントです、本当やったとで公式サイトのポップさを求めて作品見るとおおおおいや結構いい感じにやってますからね、ね、他のそのしゃれた感じにやってるけど、そうめっちゃ見たらほんま あれってなるかもしれないいやいや僕一番はそこでしたからね、公式サイト見てほおとかなんかあのなんか褒めてるのもすごい、その映像のその作り方とか、あのあだから映像の作り方ってこういうポップな感じなんかなとかって思って見てたら、うん、おっとこう来たかみたいな感じになってたんで、うんうんうん、そこはねあの面白い意味でのギャップというか裏切りというか、あそうですね、いや僕はすごい、はい、いやちょっとでもほんまに意図してる部分ではあるんですけど、ですよね、ですよね、結果今のところやっぱ悪く働いてる可能性が高いんでそのいや、やっぱね、いやだからね、そこを僕はね、はい、そこだけはネタバレしててと思うんですよね。あそうですね、そうですね、そうですね、うん。あの、チープさをあえて演出してるっていうところがね。うんうんうん、そうですね、あと、あ、そう、劇中でもやっぱその音楽はちょっとやっぱ、あ僕、好きな音楽の感じなんですけど、あちょっと、まあ、結構おしゃれって言われるんですよね、あの、ビートとかが。はい、あの辺は、でも劇中、ちょっとやっぱ、ああいう感じの曲流れるけど、あの物語にっていうので、僕は、ある種、ミスマッチを狙ったとこは。はい、はい、はい、はい。そうなんかおかしなるかなと思ってそのいやなんでこの話にこんな曲流れてんだみたいな感じ、はい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 、うん、あれはミスマッチを狙って結果マッチングしてるパターンじゃないかなと思う。故郷の大阪でもありますから、まあ、僕ら、はい、一応ネット番組なんで別に全国どこからでも見れるんですけど、あの、はい、まあ、知り合いが見てる可能性も高いので、まあ、大阪の人に割とアピールする番組かなと思うので、はい、ぜひ大阪で見る方々に向けても含めて監督から一言最後に、いただいてよろしいですか。はい、ありがとうございました。ちょっと劇場でぜひ楽しんでいただきたい作品ではありまして、うんうん、お話の間の感じもそうですけども、さっき言った音楽のなりとかもぜひ劇場で楽しんでいただきたいので、足を運びいただいてご覧いただけたらより、楽しんでいただけますし、何これってなる可能性もありますけど、あのぜひその辺も楽しんでいただけたらなと思いますんで、あのよろしくお願いしますということで、はいはいはい、分かりました。まあ、ちょっと小村さんと大阪帰ってきたらちょっと声かけてください。ちょっと飲みに行きましょう。あぜひあよろしくお願いします。大阪はい飲みながら喋った方がっていうかね、多分ね、あの尽きないぐらい喋れると思うんで、あのあいろいろと、はい、いろいろとお話したいですね、なんかね。はい、そうですね、ちょっとまたあの連絡します、大阪から、はい、よろしくお願いします。ということで映画ポップの小村正志監督のインタビューでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ということで終わりました。ありがとうございました。はい、ということでね、ポップの小村正志監督、あのもうね、なんかちょっとね、もう盛り上がりすぎましてね、あの実はその、インタビュー自体は
またしても35分ぐらい行ってて、35分のインタビュー終わった後に、他の宣伝さんとかも含めて、4人でまた盛り上がってさらに20分ぐらい喋ってるっていう、ね、もうどないなっとんねんっていうぐらいとりあえず大阪来たら飲みに行こうって、もうそれしか考えてなかったって感じですね、はい、面白かったですね、はい、面白かったんですけど、ちょっと長くなかったですか？あなんかね、なんか長く感じたような気がしたんですけど、あの気のせいかな、うん、あのすみません、あのおもろすぎたんで、よう切らなくて、13分5秒でした。はい、ね、長かったですよね、うん、ちょっと長かったな。うん、はいはい、ん、面白かったんですけどね。え、さあ判定でいきましょう。判定いきます。このプレゼン、ありがとうございました。せーの。おい、バツ、バツ、バツ、ルールにのっとった。おーっと、いや、俺今何モザイクかかってポジティブがかかってると思うんですけど、ね、マジか。おーい、年明け一発目からマジっすか。浜田監督悪くないですよ。僕は丸です。いや、うん、いや、おー、なんておもろかったやん。でも面白かったですよ。おもろかったやん。ね、はい、3分5秒オーバーしてました。やばいな。そっか、やっぱプレゼン時間守らなあかんか。はい、10分。そやな、俺学生にも言ってるからな、うん、時間は守れっていつも言ってるからな。ちょっとなんか喋りにくそうですけどもうなんか、もう何喋っても結局ね、とかなってんねやろ。わあ、そっか、小室さん、ちょっと飲もうぜ。大阪来たら飲もうね。はい。監督は悪くないですよ。はい、という感じで、僕は、はい、またですね、ここ出てると思いますけど、関西でも、今年ね、やっておりますので、なんかこんな声でやってるんで、なんか全然説得ないかもしれないですけど、やっておりますので、ぜひ皆さん、映画館で、見て、まあ、全然目力聞かへんねんこれ。で見に行ってください。よろしくお願いします。ということで、じゃあ次、あゆみ。はい、これ進行がずっとこの声ってどうよ。はい、おはようございます。やだ、なんか変な声と。やりにくい、すごいやるんだ。はい、はい、お店の情報です。はい、はい、1月ですね。はい、はい、21、土日がちょっとね、ありがたいことに、はい、貸し切りをさせてもらってるんで、はい、借りていただいてることがあり、はい、平日のチャンスになっております。はい、はい、はい、で21日、はい、金曜日、28日、はい、金曜日、はい、やっておりますので、はい、ぜひぜひお越しください。内容、はい、についてはこちらをご覧ください。最近お前それに甘えてるやろ。はい、こちらをご覧ください。それとあのホームページにもね、詳しく載っておりますので、はい、ぜひぜひお店のねホームページもご覧いただいたらありがたいなと思っておりますので、はい、今年もたくさん走りますので、ぜひ、はい、走る回もぜひぜひお越しください。新見らしもお越しください。お待ちしております。はい、はい、では変な声の人って言うなや。変な声の人って言うなや。下がります。はい、高橋さん。はい、おはようございます。昨日の矢田高橋です。シネマスというのコーナーでございます。はい、コーナーとしては今年初めてございます。今日は一人で語ろうかな。マジかよ。もうあの、アイアイも一人でワンまでやったんで、ここのコーナーも出だしたいワンまでやりたいと思います。ということで、1本目はですね、昨日1月7日から全国公開中のリーアム・ニーソンのマークスマンですね。はい、リーアム・ニーソンといえばね、もう96時間シリーズがあったりとかね、はい、ただし逆ですよ、69歳ですよ。おー、96歳、なるほど、なるほど。今年69歳らしいですけどね、はい、頑張っておられますけどね、はい、まあ、今回はそんなにね、時間的な制限もないし、うん、なんかあまり制限がないんですよ、うん、今まで我々なんか制限がある映画が、いや、そうね、時間だったりとかね、はい、もうなんかあったんですけど、今回ないんで、うん、なんか割合おとなしめ、おとなしめでちょっと落ち着いてるから、うん、ゆっくり見れる作品なんですけど、なぜかっていうとね、監督がクリント・イーストウッドと一緒にやってた人、ね、あ、はいはいはい、だからね、これね、うん、まあ言えばこれクリント・イーストウッドでもいけそうな、うん、なるほど、役屋を、まあ、あの方もね、もう知ってるんで、それリアムがやったっていうのはね、なるほど、ちょっとね、それがきつかったかな。逆に、はい、だからアメリカではヒットしたんですけど、はいはい、ただちょっとだから、その D アムのファンとしては、はい、
ちょっと物足りない。なるほど。でもこれがクリントフッドがやってる場合はそれの映画ですね。なるほど。なんかそう思いました。後になって思いました。なんでかなと思ったらそこです。なるほど。はい、はい、一回言ってることが正しいかどうかをね、はい、見ていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい。もう一本は邦画でございます、はい。決戦は日曜日ということでね、はい。これ宮沢りえさんがまあ親がの依頼を引き継いで、はい、何も知らないのに正解に移行するっていう作品でございます、はいはい。そんな人が久保田さんがね、はい、やってるということで、ね、まあ、てんやわんやがあるっていうことでございますけどね、はい、これ非常に面白くて年明けにはいいんじゃないかなと思います、はい。日曜日ね、当日だいたい日曜日ですからね、はい、なんですけど、でこれあの見てて偶然2人ぐらい知ってる方が、はい、あのエキストラで、ね、宮沢りえよりも、ね、そっちに分かって言っちゃってね。でもそこ裏ネタをすると、はい、そこはまあまあ、分からないですけど、まあ、よく見ていただいてたらね、まあ、誰がっていうのはもう全然なくていいんですけど、ちょっとあの本人たちにメールを送ったときに、前は選挙に反対してる人が次のシーンでは応援してるっていう、わかるわかる。なるほどなるほどなるほど。そうそう、事務所出ていけって言う人が、まあ、このエキストラやからね、出ていけって言うてる人が形変わったら事務所の応援団、はい、になってるってね。なるほどなるほど。そういうのね、まあ、あの多分、まあ、その私は知ってるから見れるんですけど、はい、もし細かく見る人がおったら、はい、さっきあの人映ってたの、ね、っていうのがありますんでね、でもそれは面白いですね、エキストラあるあるね、はい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 、その辺も見ていただきたいと思います、はい。年明けにふさわしいちょっと喜劇です、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、はい、エンディングでございます。はい、はい、ということでですね、もうなんかみんなあのざわざわしてると思うんですけどなんかこんな感じですからね。なんかすごいですね。いや、あったく、まあ、表情見えないですからね。そうですね、はい、多分見てる方としては誰やねんお前みたいな感じになってると思う。まあ、罰が出るとこうなると。そういうことですね。はい。まあ、あの、今まで一回も罰出したことがあったんですけど、ついに、はい、出しましたんで、はい、皆さん出るものだと思って、覚悟していってくださいね。こういう感じになりますよ、と。はい。まあまあまあ、はい。ということで、はい、まあ、今年もね、こんな感じで、ワイワイとやっていきたいと思う。もうほんましまらへんな、これ。やっていきたいと思うんですけども、まあ、来週もね、はい、またまた、映画のインタビューをお届けしたいと思ってます。今度はですね、またビッグネームが、参加してくれておりますので、ぜひお楽しみに、来週見ていただければなと思います。はい、はい、それでは、今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。